アリア二十歳のセニョリーナ。ショートプログラムカノン。一番最初に3回転3回転のコンビネーションがあります。トリプルフリップ、トリプルトーループ、綺麗に決まりました。2回目のジャンプ高いですね。これはポイントが上がりますよ。ダブルアクセル、降りた後も流れていいですね。サーキュラーステップも音に乗ってよくエッジを使っています。このフライングキャメルも難度を上げていますね。完全に場内を魅了しきった2分47秒。素晴らしい出来でしたね。カロリーナ・コストナー。いやー、最初のジャンプから乗せてきましたね。昨日までこのリンクでは男子がパワフルでダイナミックな演技を見せていたんですけれども、一転して今日はなんかしなやかな優しい時間が流れてますね。これぞ女子の演技、そんな感じですかね。はい。さあ、そして荒川さん、はい、トリノでは、まあ、プレッシャーに潰された部分もあったかとは思いますが、そうですね、そこで一回りやはり1年かけて成長してきたのが今日のこの演技に表れているのと、やはりもともとスケーティングの質がいいこと、ジャンプが素晴らしいことが今日はうまく重なって素晴らしい演技でした。